急げ急げ巻き場を。こんにちは、試合どうもよもです。それでイリスのゲットレディウィズミー的な準備していくよっていう動画です。あとね30分もないぐらいで家を出ないといけないんやけど、まあ、そういう時に動画を回すっていうこう追い込んでいくスタイル、ド M なんかな、ちょっとお届けしようと思って。みんなもね朝急いでる日とかあるやん、ちょっと汚すぎやな。みんなもさ朝急いでる日とかあるやんか、やっぱそういう時にこの動画を見てスピーディーに火事場のバカ力的な自分の中に眠っている能力、最速スピードを呼び覚ますっていう意味でこの動画を見てもらえたらいいなって思っております。というわけで用意していきましょう。急いでいる中でもこのクマさんを置いておくことによってなんだかほっこりするっていう癒し効果。今日はそんな大した用事ではないんやけど、だから服はね適当でいい。急いでたらうるさくなっちゃわんっていう。待って、ヒートテック着てないやん。ヒートテックどこ？ボトムス、ボトムス。はーい、今日はカジュアルスタイルです。めちゃめちゃメンズライクみたいな、ボーイッシュみたいな、そんなファッションにしてます。パンツはグレールのデニム、品番こちら。バーン。急ぎたい時は自分でこうなんかいろいろ喋ってテンション上げて鼓舞している、鼓舞している、そんな感じ。メイクワゴンここに持ってきた。まずはコンタクトを入れます。うわ、なんじゃこのくすんだ顔。最近なんかね肌荒れがちょっとひどいんよね。コンタクトはディファインですね。なんかディファインとフェリアモのカラーこう行ったり来たりしているこれですね。ナチュラルシャイン、はい、オッケー。最近マジで視力も落ちてきちゃってさ、もうほんと嫌になっちゃうね。ブルーベリーアイの、もうブルーベリーアイ、ブルブルブルアイアイ、ブルーベリーアイ。夏の甲子園の時にさ CM で流れるよね、ブルーベリーアイ。あまりにもさ唇の色悪すぎるからさ、ちょっと先にリップ塗っていい今日。この前のレブロンの福袋で出たやつ使います。レブロンカラーステイオーバータイムリップカラー350ベアマキシマム。はい、ヌーディーな色なんよねこれ。ちょっと今日はヌーディーな女になってみるわ。使い方もこれで合ってんのか分からんな。リップの色を長持ちさせる方法としてやっぱティッシュオフですね。あ、オッケー、こんなもん。ちょっとなんかグロスみたいなのついてるから、これを塗ると長持ちみたいな、なんて言うんやろ、多分ね落ちないリップみたいなキャッチコピーやった気がする。というわけで下地でーす。くそ、見て、ヘアアイロンでここやけどした。ツーウェイアイロンでいつもね髪の毛巻いたりしてるからさ、こういうところ不意にやけどしちゃったりするんよね。チフレメイクアップベースクリーム UV 化粧下地、これも福袋で出たやつですね。今光焚いてるからちょっとお肌が綺麗に見えてるかもしれないんやけど、実物私見たらみんなあの肌の汚さでびっくりするかもしれんから、肌綺麗にしとかなんか。 LINE 来た、何事？あ、そうだ、最近 iPhone ケースを買いました。今回もミーパーセントのやつにしました。これめっちゃ可愛いよね。ポコポコーンってなって、ポコポコーンってなって、ベヨって、あ、めっちゃいいみたいな感じやねんけど、前のケースと一緒なんやけど、ここにミラーがついとって、こっちに IC カードを入れるっていう形になっております。ほんまに人って急いでるときさ、こんぐらいテンション上がらん？よし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 。はい、あ、ちょっと待って、出しすぎた疑惑ある、これ。下地出しすぎた疑惑ある。戻させて戻させて、ああもうほら見て、これめちゃめちゃ伸びがいいから、もうどうせ今日は大した用事じゃないっていうのもあれやねんけどさ、自分のなんかあのなんていう、体のメンテナンス的なやつ、あ、メンテナンスなんて言っちゃって、かっこいいメンテナンスなんて言っちゃってね、体が本当にね悲鳴を上げつつあるのよね。やっぱパソコン作業が多いから、もう一日中言ったらパソコン触ってるみたいなもんで、私趣味がゲームやから、一日中同じ体勢で画面見てるみたいなことになっちゃってるから、体がねちょっと凝り固まってると思うから、一回ちょっと整骨院行ってこようと思って今日は整骨院に行くんですけれども、だからねそんな大した用事っていうか、自分のことやから、なんかもう化粧とか別にいいよ。先生にだって見られるだけやろ。前髪で隠すから、このやけどの後ももう別に隠さなくていいです。ほんで最近はもうね、外出するとき絶対マスク着用せなあかんやんっていうぐらい怖いからさ。だからマスクもするので、そんなに言うほどね、化粧は濃くなくていいんで、ケイトのシークレットスキンメイカーゼロリキッドゼロ2番でございます。本当にケイトのこのファンデーションはね、プチプラやのにカバー力っていうか、カバー力か。があるからね、私は本当に好きですね。やばいな、下地もなんかまんべんなくなっちゃってる気がする今日。マスクするんやったらさ、この口周りとかも別に化粧せんでいい疑惑あるよね。でもこれはなんていうんやろ、自分の中のモチベって感じがする、化粧するのって。なんか化粧したらさ、あ、頑張ろうって思うやん。なんかやる気に満ち溢れるというか、自分の中はモチベーションの問題なんよね、化粧するかせんかっていうのは。なんかちょっとそこまで行くぐらいやったら別に化粧せんでよくないってなるけど、その後なんか物事を円滑に進めるためには化粧をした方がね、私はやる気が出るんよ。あ、でもほんまに引きこもるときはがっつり一日中すっぴんっていうことがねほとんどなんですけれども、ちょっと塗りたくりすぎているかもしらん。できるだけ伸ばしていきます。急げ急げ巻き場、うん、追いつけ追い越せ一個抜けやったっけ、何やったっけ、忘れちゃった歌詞。
で、ほんとね、もうこの辺の首ら辺が最近すっごいニキビができんのよ。もうほんまに嫌や。でも今日はもうコンシーラーで隠すのもいっか。いや、やっぱ嫌や。隠す隠す。ザ・セム CP チップコンシーラー 1.5 のナチュラルです。はい、このでかいところだけ隠したい。もうほんま、なんでこんな首んとこにニキビできるんやろ。首周りのニキビの原因って何なんか調べとこう。またこのパフはセリアで10個入りのやつを使ってます。よく売ってるようないいスポンジとかを洗ってまた使うとかっていうやり方がよくわからんから、私はねスポンジでなんか5回分ぐらい使ってポイします。こんな感じ。 OK。 パウダー、イネスフリーのパウダー。ほー、急げー、私有り余る力をすべてここに込めろー。痛っ、叩きすぎたわ。なんかいつもね、この画面越しに見たら顔だけ白浮きしてるように見えんねんけど、こっちの鏡で見ると全然別に白浮きしてないよね。なんでこんな画面越しやったらこんなさ白塗りした人みたいになってんの。私だから気にせんといて、顔と首の色が違うのは。眉毛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 はこれケイトのデザイニングアイブロウ 3DEX4 番、ライトブラウン系。これもうほんまに何度言ってるか分からんけど、いつもこれを使ってます。もうこれがなんか一番使いやすすぎてさ。たまにね、あのキャンメイクの福袋で出たアイブロウをなんか使い分けてる感じ。あっちの方が色が薄いから、ちょっと髪の毛の色が暗いのでこの濃い系の色を使ってます。涙袋も変えちゃう。これでこのケイトのアイブロウペンシル ABR1 番、これでちょっと綺麗にね形整えていきます。まあ、眉毛のね形で一日のテンション極まるところはある。まあ、こんなもんでいっか今日は。で、眉マスカラちょっとねこれにしよう今日は。キャンメイクカラーチェンジアイブロウの03番。今ね髪の毛が暗い色なのでこういう系の眉マスカラにしときます。私ほんまにメイクに関して初心者すぎて、てか今までほんまに研究してきてなかったから。輪郭ぼかすやつ何やったっけ。え、影入れるやつ、フェイスシャドウ、え、何やったっけ。顔に影入れるのも今までやったことがなくって、最近それをちょこちょこねやってるんやけど、マジでまだ練習してる段階やから参考にはならんかもしらんけどね。いつもやってる工程やからやるわ。この先ほどと同じね、ケイトのアイシャドウじゃない、ケイトのデザイニングアイブロウで、これでね、なんかこうこの輪郭に最近影を入れ出した。なんかこれメイクできる人みたいじゃない、こんな作業やっとったら。でもほんまに入れ方がわからんから、なんかこれで合ってんのかなと思いながら入れてます。これはまたちょっとメリーとかでね調べとく。シェーディングか、シェーディングや。シェーディング入れんのとかはね最近ちょっとねわさびで研究みたいなのしとったんやけどさ、ハマっちゃって。で、私二重顎がねもう本当にひどいからさ、二重顎のとこにも影入れてんねんけど、どうなんやろ、これ効果あるかな分からんけど、とりあえずここに入れます。本当に二重顎がひどい。さらにねパソコン作業とかでこう下向いてたりするとね、ここに肉が溜まってきてね二重顎の原因にもなるから、マジでねデスクワークの方々本当に二重顎には気をつけて。なんか前より磨きかかってる気がするもん二重顎に。やだー。はい、バビメロのアイシャドウパレットバレンタインボックス3ローズモーメントでございます。マジでね可愛い、全部の色が見て。じゃあもう指で塗っちゃおう。もう筆どっか行った、見つからなかった筆。この色をまず塗ります。このラメ目尻から目の真ん中に行く感じで塗っていきます。今日はなんとなく化粧してる雰囲気が出とったらそれでいい。で、アイラインも目尻にだけ引きます。これ K パレットのリアルラスティングアイライナーのブラウンですね。これ本当にね落ちないからおすすめです。やっぱアイラインを引くとねくっきり目元が見えるから、最近はね目尻だけ引くようにしてます。で、チークはセザンヌのナチュラルチーク N の18番ですね。これを塗り塗りしていきますね。OK、 こんなもんでいいでしょう。まつげだけ上げときます。で、これ無印で買った携帯用のアイラッシュカラーですね。いてぃー、ミーハさんのミーハさん、まだこのアイラッシュカラーに慣れてないからね、なんかゆっくりやらんとね。ミーハさんじゃみんなも気をつけて、これ使うときは。マスカラ塗ってたら重いって感じるから、このセザンヌのねクリアマスカラ R、 これをちょっと塗っておくとカールがキープされたままになってるから。やけどマスカラ塗った感覚がないからおすすめです。はい、そんなもんですね。メイク完成です。パンパンパン。
ヘアアイロンはサロニアの 2way アイロンですね。カールとストレートのやつで、このリップはね、ほんとティッシュとかでスパッてやっても全然色がつかないので、マスクとかした時にもリップがつかんから、ティッシュオフしておくとね、あんまり色がつかなくなるのでおすすめです。やばい、マジであと6分ぐらい、あと6分ぐらいで家を出ないといけないです。とりあえず前髪をトントン巻きまして、一辺私アホ毛がすごいので押さえておきます。ヘアアイロンでね、なんかもう高校時代自分の髪の毛がくせ毛っていうのがコンプレックスで、アホ毛ビヨビヨンってなるのがもう本当に嫌すぎて、めっちゃアホ毛抜いとったよね。そしたらてっぺんハゲになった。みんな気をつけて、ほんまにね、髪の毛は抜かん方がいいよ。てかアホ毛抜かん方がいいから、みんなほんまに気をつけてよ。私それでね、もう高校時代からずっとてっぺんハゲ、てっぺんハゲって友達に言われとったから、ワックスで抑えれるならばワックスで抑えてあげるのが一番いいよ。毛先があまりにもピヨンってなるから大雑把やけど、カールモードに変えて内巻きにします。こっちも内巻きにします。いろんなとこ手を取っちゃって、なんかいろんなゆず湯ちょっと手に出して、おくれ毛にしっかりとつけてあげる。なんかおくれ毛広がってるのが一番ダサいからさ。でこういう急いでる時にね、気をつけないといけないのは、ちゃんとこういうヘアアイロンの電源を切っておいてね。みんな、はい、完成です。イエーイ。ちょっとね、全体的に今日は薄めなんですけど、今日だって涙袋に色も乗せてない。で今日はトータルコーデかなりボーイッシュなスタイルにしてるから、このねショートバッグにします。スヌーピーちゃん、はい、というわけで準備できました。行ってきます。これしとったら虹顎バレへんの。今日も見ていただきありがとうございました。 Twitter と Instagram のフォローもして帰ってね。それじゃあみんなバイバーイ。